ある種言い方として、まさにその地球単位で物事を考える、今後このネットワークテクノロジーなどによって、そういう意味ではその IS の逆をいく、その倫理的な人間のムーブメントっていうのは起こってくるものなんでしょうか。来ると思います。MeToo っていうのは一つの、多分今アメリカでは結構、このまま行くともしかしたらフランス革命ぐらい大きな変革が起きると思うんですよね。それはやっぱり参加している人たちが確かにおかしいっていう実感があるんで、今の環境問題とか、例えば2040年ぐらい先考えると、もしかしたらもうお寿司に出てる魚も全部絶滅して、で温暖化によって戦争が増えて、で我々がみんな人が食べるだけの食料もなくなって、でそこに立ってる20代30代、それからそれを先に見えてる今の若い子たちが、君たちお父さんたちがあんなに無駄をして、で分かってたのにどんどん進めたことを許さないと。で村上さんのエクソダスじゃないけど、はい、若者たちがもう、はい、おじさんたち、はい、どけというような、その世界中の若者たちが科学技術をちゃんと理解して、この、環境問題は親の高度成長と欲のせいにできちゃったっていうので、カチャッとそこがムーブメントになるとかね、そういう可能性は僕は十分あると思います。ミレニアルズには割と期待をされている。そうですね。大学で多分普段接してらっしゃるから。そうですね。結構強いですし、あとコミュニケーション能力もあるし、あとムーブメントで最近いろんなパターンが出てきてるんで、ムーブメントを起こそうと、パークランドの学校の生徒たちも、もうテレビに出て、3800のアメリカの学校の子どもたちをみんな、1日全部ウォークアウトさせたっていうぐらい力持ってるんで、大人には想像できない力だと思うんですよね。そこは変わってますね。結局そのプラットフォームとしてもう信用のやり取りができると、もうあまりパーソナルな信頼関係がなくても、もうスコアを見て、あ、この人信頼できる。アメリカなんかフェイスブックの情報ってすごく信頼されて、政府が信頼下がってるんですけど、じゃあそれっていいかどうかって言うと、よくなくて、